しです。今日はですね、KJ さんのファッションチェックでーす。古谷健二さんですね、はい、ドラゴンアッシュのボーカル KJ さんのファッションチェックなんですけども、まあ以前からやってくださいという声はあったんですよね。はい。まあじりじりとこう写真も集めていきまして、まあ今回お参加させていただくんですけども、まあ、KJ さんといえばもう俺ら世代のもうヒーローみたいなもんですから。なるほどね。俺ら世代っていうかもうあなたは世代違いますけど。違います全然。もう僕が学生時代にね、ライフゴーズオンとかあとファンタジスタとかああいう楽曲でもバコーン人気出て、まあその後はねもうラップという業界にはいなく、ヒップホップ業界にはいなくなりましたけど、まだまだ人気のね、もうずっとも根強いファンがついてらっしゃるなという印象で、年を重ねてきてもかなりかっこいい KJ さんですけども、はい、まあ、ちょっと昔に遡って今日ファッションチェックしていきますんで、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで KJ さんのファッションチェックいきましょうか。はい、まず1枚目こちらです。はい、おそらくリーバイスの広告での1枚になっております。はい、でまあ、T シャツがリーバイスなんで、まあ、デニムもおそらくリーバイスでしょう。うん、まあ、これでリーバイスを履いてないわけがないんでね。はい、スニーカーどこのやつなんですかね、これ。どこなんやろ。ケッズなのかアディダスではない。なんかピッチがちゃうっすもんね。ピッチがちょっとちゃうな、うん、線のな、うん、なんかちょっとこう古き良き時代を感じさせる1枚というか、ね、うん、2000年代ぐらいの印象ですよね。はい、この T シャツに関してはちょっとリーバイスっぽさをあんまり感じ ないっすね。うん、感じないですけども、まあ、リーバイスにしたら攻めてるようなフォントとワードチョイスだなというところですが、まあ、ストリートっぽさを感じさせられる一枚になってますね。はい、次です。はい、まあ、こちらはまあ古き良きスタイルを感じさせられる一枚になっておりますけども、まあ、キャップの斜めかぶりと、まあ、スタジャンに関してはまあ古谷さんを象徴とするスタイルなんじゃないですか。キャップ斜めかぶりね。はい、イメージある。確かにある。めちゃめちゃある。結構いろんな楽曲のミュージックビデオでもね斜めかぶりされてますけど、まあ、スタジャンに関しても昔からよく着られてるなという印象ではあります。まあよく KJ さんが着てるやつでいうと、まあ、クーティーですよね。クーティーもそうやし、あとまあコアファイターとか、あー、うん、まあその辺はよく着てるなという印象ですけど、おそらくこれはコアファイターのスタジャンになっております。うん、まあ若さもあるしちょっと悪さがあるというか、なんか昔の方がちょっとやんちゃっぽく見えるっすよね。ま、いやめちゃめちゃやんちゃな雰囲気あったね。出ますよね昔。やっぱもうあとバカほど男前やねやっぱね。はい、次です。はい、こちらがですねルーカのキャップをかぶってますね。はい、なんか珍しいよな。ルーカですよ。うん、ちょっとサーフ寄りのブランドですけど、はい、まあいろんな幅広いブランド着用されてはいますけど、まあこういうサーファー乗りの強いルーカまで着用されてるっていうのはちょっと意外なところですよ ね。まあそれにしてもこの襟を立てて G ジャンっていうのはなかなか今着れへんよ。ジャケット全般に言えることですけどね。うん、でも実際2000年代前半とかって結構襟立てて着てるスタイルあってたっちゃあったから、襟は寝かすもんやと思ってたな。うん、まあその当時のスタイルの一つやからね。うん、これが、まあ、新鮮よな今見ても。新鮮ですね。まあ、KJ さんって身長が160ぐらいとか164ぐらいとか、まあ、割と低身長とは言われてるんですけど、まあ、低身長の希望の星ですよね。もうこの完全にね。うん、ただこれに今度 KJ さんに関してはもう顔で完全に身長カバーしてるから補いまくってるっすもん。あふれてるっすもん。うん、男前すぎ。しかも服が似合うタイプの男前じゃないですか。これまで違いろいろありますよね。似合わんタイプのイケメンとか、ね、とかもありますからね。ありますからね。まあ、そんじょそこらのイケメンとは格が違いますよね。実際男前やからっていうのでファンになった人めちゃめちゃ多かったよ。ここまで来たらそりゃそうなるでしょう。ね、うん、まあ、俺もずっと憧れてたもんな KJ さんだけは。昔ほんま KJ さんが好きでヒゲ生やしてたのもあったから。実際俺 KJ モデルのサングラス俺6年間かけてたから。次です。こちらもう一丁ルーカのキャップスタイルになっております。うん、まあ、こちらに関しても斜めかぶりをされてますね。うん、まあ、オレンジのダウンにデニムとでジョージコックス履かれてますね。でこのサングラスはブラックフライかな。ぽく見えるっちゃ見えますね。うん、まあ、実際 KJ がかけるサングラスイコールブラックフライみたいなとかあるから。あるらしいですね。うん、ほんま俺 KJ さんがかけてるから俺もブラックフライのサングラス買ったもんな。お前どんだけメガネマネすんねんって話じゃないけど、もうそれぐらいもうほんまずっと憧れてたからね。実際ブラックフライのサングラスに関しても KJ さんの影響でめちゃめちゃ流行ったんですよ。やっぱ流行ってないやん。めちゃめちゃ流行ったね。値段も割と買いやすいっていうのもあって8000円か1万円ぐらいです。そんな安いんやん。うん、確かね。俺の記憶が間違ってたら申し訳ないけど。でここでジョージコックスを履かれてるっていうのがすごくいいですよね。ジョージコックスや。うん、ルーカとジョージコックスってめちゃめちゃ違和感のある組み合わせなんですけども、ね、まあ、時代が良しとしてる感はあるよね。ありますね。またこのボストンバッグを担いでいるところにこう男らしさがあるというか。いいなー。ボストンバッグ持って街中歩いてる人ってもう今あんまいいひんやから、ね、流行り的なものもあると思うんやけど、かっこいいな。かっこいい。
次です、はい。まあ、これもかなり昔なんじゃないですかね。ですよね。これは多分90年代やな。多分なんかインスタで見つけたんですけど、 90s ってハッシュタグついてたんで、うん、これは90年代よ、うん。まあ、KJ さんの顔つきからもかなりの年月を感じさせられますよね。めっちゃ若いですよね。うん、めちゃめちゃ若い。ヒゲも生やしてないというか、もう生えてないんじゃないかぐらいの、うん。一緒に写ってらっしゃるのはドラゴンアッシュの桜井さんですね、はいはいはい。まあ、この桜井さんの髪型に関しても 90s フレーバーがもうムンムンしますね。プンプンしますよね。まあ、KJ さんはチェック柄のハンチング、まあ、これバーバリーですかね。バーバリーチェックやもんな。バーバリーチェックっすね、うん。で、後ろかぶりで、ブルーのスタジャンを着られてると。まあ、こういう組み合わせってめっちゃ新鮮やな。新鮮ですね、うん。なんか今はあんまこういう着こなししてる人いいと思うねんけど、取り入れたらめっちゃいいかもね、うん、これの。そもそも今ハンチングかぶる人、若者が少ない印象ですもんね。あ、見ないですね。うん、でハンチングとか取り入れたらそれだけでちょっと個性出せるかも。出ますね。まあ、実際ハンチングでどうしてもおじさんっぽくなるイメージがあるからね、うん、うん。まあ、ただこの KJ さんに関してはそんな通用しないなというところですね。はい、次です。こちらがですね、今年の夏のお写真になっております。はいはい、もう年月経ってもめちゃくちゃかっこいいね。かっこいいな。ただまあ今と昔とで雰囲気はガラッと変わってるなというところですが、うん、まあ、見た目の雰囲気もファッションの雰囲気も昔と今でちょっといい意味で違うものがありますよ ね、 そうですね、うん。ただやっぱ色あせずにかっこいいものが KJ さんにはあるなというとこですけど、うん、ちなみにこの着用されてるアイテムに関してはあの全く分かんないです。すいません、すいません。ただこの T シャツ、タンクトップですかね、はい、とスニーカーも蛍光イエローだと思うんですけど、うん、この色合わせをしてても、うん、あの KJ さんだったら気にならないですね。これはもう特権ですね、うん、うん。蛍光グリーンの T シャツ、イエローの T シャツに蛍光系のスニーカーってさすがにちょっと合わせにくいやん。もう差し色として使うにはいいけど、そこ色合わせするってなかなかないと思うんだけど、これはもう KJ さんやったらもう、まあ、バッチリハマってるなと。バッチリです。KJ さん今何歳やろ。40中ぐらい。見えんな。見えへんよな。やばいな。またこの40代でもこのショーツがまだまだ履けるんだぞというところを体現してくださってますけど、また KJ さんって体締まってるし腹筋もバキバキなんですよね。バキバキ、うん。たるんでる体やったらノースリーブの上にベストなんて着れへんからね。さすがに無理ですね、うん。体型までしっかりとこう保持されてるなという、はい。まあ、いつまでもかっこいい KJ さんでしたね。はい。はい、ということで今日は KJ さんのファッションチェックさせていただいたんですけども、はい、もうほんま俺めちゃめちゃずっと聞いてたな、ドラゴンアッシュ。ドラゴンアッシュ、うん。俺が学生時代にな、最初に冒頭に言ったけど、もうほんま KJ さんのドラゴンアッシュしっかりジブラさんやね、うん、もういいな、あの経営の中に、経営の中というか、まあ、ビーフはありましたけど、まあ、めちゃめちゃ聞いてきた人やから、まあ、引き続きね、今後もちょっと KJ さんのファッションだったりとかいろいろ追いかけたいなとは思うんですけど、俺誰、アーティストさんとか芸能人とか有名な人の着用してるもの、何々モデルみたいなのをずっと使ってたんで、ほんま KJ さんのやつぐらいで、過去のファッション、ハッシーさんの過去のファッションたどるやつでも、うん、KJ さん意識したルードな感じとかファッションもあったっすもんね。そう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 、実際あってほんま KJ さんを意識してファッションしてた時もあったから、もうほんま KJ さんぐらいじゃないかな、あの有名な人で影響を受けてファッションしてたのって。 KJ モデルの伊達メガネ6年かける？かけへんっつう。ブラックフライもな、真似したりとかしてたけど、まあこんな感じで、芸能人の方だったりアーティストの方のファッションチェックしていきますんで、はい、まだまだあのまだまだコメントくださいね。この人やってくださいとかっていうの、もうほんま結構それ皆さんのやつを参考にしてあげてますんで、はい、ぜひコメント欄の方までどしどしよろしくお願いします。お願いします。ということで今日の動画ありますんで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。